ばんは。あれ8月私配信した？さすがにしたよね8月。え？いや、ティフ、あ、ティフの前日にやったわ。でも家じゃなかったんだ、ホテルだったから。8月家で配信してない、私。そうだ、だからだ。なんかすごく久しぶりに感じる。そうだそうだしばらくね、ちょっと実家に帰ったりもしてたので配信をしてなくて、久しぶりに、久しぶりです。そうだよね、家からの配信は、そうだ、7月に最後お昼に配信したぶりです。そうでした。メールつきましたよ。え、そう、今日もメール全部書いてから配信始めたので、もう間違ってお休みメールも先に書いて送っちゃった。そう総理のバースデーメール先輩では一番の、あ、本当に、え、ちょっと遅くなっちゃったんだと思ったんだけどな。ありがとうございます。前回がティッシュこんにちは、あ、そう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 、前回ホテルからだったから。そうだよ、だからさ、しばらく配信してない間に喋りたいことがいっぱいありすぎて、ちょっと今日はあれですね、何時に終わるか分かんない何時に終わるか分かんないけど、ちょっとまあいっぱいお話ししますね、久しぶりだから。はい、じゃあ、まずは公演ありがとうございました。今日はね、ちょっと1公演だけだったんですけど、1公演しかやってないのにめっちゃすけどめっちゃボサボサ、すごい汗かきました。心配しなくても0時には強制終了。そう、やっぱさ、平日公演だとさ、始まるの遅いからさ、終わるのも遅いしさ、家に帰ってくるのも遅くてさ、そうだって、もう公演終わって9時だったよ、遅ーって感じ。そっからお家帰ってきてね、メール書いたりとかいろいろしてからだと、始まるのがもう10時15分でしたから、きっと0時までに収まるかな空き缶、そう、空き缶、今日髪ボサボサだった。空き缶も絶望も、絶望やばかったです、ボサボサだった。そう、今日ね、ちょっとおろしにしちゃったからね、その首元の汗すごかった。なんかね、今日めっちゃ汗かきました。なんか、今日劇場暑かった。あ、本当に？それでかな、なんか最近劇場ちょっと暑い、冷房あんま効いてない、もうちょっと効かしてほしいわそれでかな、わかる、今日めっちゃもう頭4曲の時点で汗かきすぎてて、わかる、髪下ろしてたのもあるからかな、めっちゃそれでボサボサでした。公演楽しすぎた、ありがとうね、ありがとう。そう、猫耳に囲まれた期間、あ、そうなんですよ、今日ね、あの、なんか3期生4人いたんですけど、4人みんな猫耳してて、でその4人が空き缶で集まるっていう、だから今日私は4人の飼い主でしたあれ、空き缶で4人集まるみたいなのを言ってて、3期が、え、そうなのってなって、私以外みんな猫耳ってなって、じゃあ私が飼い主になるねって言った。したさ、期間始まる前さ、蒸発さ、歌ってる時さ、裏でスタンバイしてたらさ、ゆうながさ、お世話よろしくお願いしますって出る直前に出る直前にお世話お願いしますって言われたから、よし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 って4人よしよししてから出ましたそうなの、今日私ね、飼い主だった。そう、今日も汗拭きシート使いました、3枚。いつも頭4曲終わってから拭いて、本編終わってから拭いて、で全部終わってから拭いて、3枚使う。で今日ゆうなが汗拭きシート持ってきてて、みみさんの真似しましたって言ってた。いいよ、本当に公演の時は汗拭きシート必須、マジで必須ないと、あの、1公演終えれない、生きて帰れない神役家いいかと隣だったな、わざとじゃないです、たまたま見送り行こうと思ったら、もう先にリリカがスタンバイしてて、リリカと隣でした今日は。そう当日券で立ち見だとあんま風来ないので涼しくしてほしいが
でもね、今日やっぱ平日だったから立ち見はあれですね、真ん中のブロックだけでした。上司も立ち見なしでした。そう、公演終わりだから声がプラス2キーなってます。あ、私やっぱそうなんだよ、公演とかさ、おしゃべり会とかある日だとさ、ちょっとそのテンションのまま配信しちゃうから、やっぱね、元気だよね元気だよね。私は猫耳しないでしょ。でも今日いっぱい猫のポーズしました。自分が猫耳かのようにあの別とかくぐってくるときめっちゃ猫のポーズしたりとかさしてたんだけどさ、よく考えたら私は猫耳じゃなかったし、今日別に猫の日でもなんでもなかったと思ってなんか今日めっちゃね猫のポーズしちゃった。そのたくさんみえちゃん見れましたね、ありがとう。すごい最善にいて嬉しかった。そう、今日めっちゃ平日なのに今日の公演めっちゃ私の主催振ってくださる方と私のファンの方がめちゃくちゃ多くて、しかもなんか最善にめっちゃいたんですよ最善に私のファンの方めっちゃ多くて、みんななんか今日すごい席を恵まれた方が多くて、でもあの上下にもねもちろんいらっしゃったんですけど、最善の私のファンの方率がめっちゃここ最近で一番ぐらい高くてびっくりしましたすごい、なんかさ3人別に多分連番してるわけじゃなくて単番なんだけど3人私のファンの方が並んでるとかあったりして、なんかすごい興味がついてるそう、すごかったアルビがなければ公園行きたかったね、今日そうだよね、そうだ今日アルビ行くから公園行けないみたいな方多かった。やっぱりアルビがある日って公園ちょっとお客さん減るやっぱそうなんだまあでも今日は平日だったからね、気合い入れすぎて当日券取ったら柱の陰でしたね。そう今日ね、当日券の方でも多分座れてたと思うけど、上司もだったかなね。でもやっぱお仕事終わりみたいな方も多くて、今日ありがとうございます。明日は世界猫の日じゃなかったっけ。本当にそれそうなの、8月8日そうなのでも明日は別にないですから公演新潟行くの大変です。劇場当日券あるんですか。あのその日の劇場公演が完売してなければあります。前日の夜21時から当日券販売してます、はい久々にみゆちゃんに会えて幸せ。ねえ嬉しい、ありがとうね、ポニーテールしてきてくれたのにありがとう。ちょっとそう今日シュシュ投げたんですけど、今日もねシュシュ投げんの下手くそだったんだよな。今日は私とマリナさんとみはるさんと3人がシュシュ投げたんですけど、3人とも上手側だったんですよ。でみはるさんは隣だったからちょっとあのすごい集中しちゃうなって思って、ちょっと私は斜め方向に投げたんですけど、したらね投げるの下手くそすぎてねなんか私の正面から見て5人ぐらい飛んだ先の飛んだ先の最前の方のところに落ちて、その方の目の前にマリナさんいらっしゃったんですよ。であのマリナさんの目の前に座ってたから距離的に絶対マリナさんのが飛んでくると思うじゃないですか、その人なのに横からすごい私のシュシュがカットインしてきてその人めっちゃマリナさんのシュシュこう狙ってる感じ、そこって見上げてたんだけどまさかの方向から私のシュシュが飛んできて、でもその方も私のファンの方だったから、そう私のファンの方の手元にも私のシュシュが渡ったのでそれは良かったんですけど、絶対びっくりしたと思う。だってまだマリナさん多分投げてなかったのよマリナさんまだ投げてなかったか、投げたと同じぐらいのタイミングで飛んできて、絶対にマリナさんのシュシュの方向じゃないところから誰かのシュシュが飛んできたと思ったら私のシュシュで、ちょっとね今日も投げるの下手でしたね。どうやったらうまく投げられるんだろう
そうだから結局ね、最善の方にお届けしました。でもその目の前にいる最善の方とかじゃなくて、全然ちょっと離れた5人ぐらい離れた最善の方のところに飛んでいきました。でも私の班の方だったのでよかったですカンボサボサめちゃくありがとうありがとう。12の日々夜行くありがとう。そう、次私公演での12なんですよね。嘘、うん、そう次12なんです。ちょっと会えちゃうの。そう、10日は丸取りがあるので私は出なくて寂しい、悲しい、次まで長い。しかも今日は1公演しかなかったからちょっと寂しいですね。1回でも紫黄色振ったら目をつけられるね。そう、言い方良くない言い方良くないよ。いや、そう、もちろん振ってくれてたらもうめちゃくちゃ見ますから。ユニットの1曲しか振ってなかったとしても見てますから。目をつけられるは良くない言い方大いつものお友達、怖いくね。ありがとうございます、お待ちしてます、嬉しい。小山に花桃行ってきました。早っ、私昨日乗せたばっかりやのに。すごっ、あそこね、いいですよね。今日は絶対行きたくて当日券で行って、あっ、やっぱそうだったんだでも今日なんかいつもと違った、メガネかけてた。そう、絶対に今日はそうだなと思います。アルビじゃないけどサッカー見に来てて、雷雨で中断してたりしてて、まだスタジアムに、あっ、あれだ、ゆかさんが乗せてたね。え、雨なの？そっち関東雨降ってる？新潟はね、全然、ただ蒸し暑いただ蒸し暑いけど、そうなんだね。なんかね、試合中止になっちゃったみたいな。そっか、大丈夫、風邪ひかないでね、外にいたら。雨なの、調べてきました。確かに世界猫の日、ああ本当にそうなんだ。明日、でも明日は公演じゃないので、別にプライベートで猫耳するほどじゃないのでしませんけど輪ゴムみたいに飛ばしちゃダメなの。確かに、待って、天才。そうじゃん、ピンってやればいいじゃん。うわっ、次絶対それでやってみる。天才じゃん。もう投げることしか考えてなかった。確かにそれで飛ばせんじゃん。しかもなんか上手にこうやって狙い定められそうじゃない。え、もっと早く教えてよその手があった。確かにボールとかじゃないからね。シュシュ、それいけるやん。うわ、絶対次それでやるね。なんかでも顔とかにやってたらごめんそう、今日はね、こうやって横で投げたら、なんか割と序盤で手から離れちゃったみたいで、シュンここに飛んでったんで。確かにそうじゃん。うわー、次絶対やろう。次いつ投げるかわかんないけど今日は違う劇場に行ったら、偶然にもみゆちゃん推しが3人揃った。え、みんな AKB さんの劇場に行ってた。なんか私も報告受けた、なんか AKB さんの劇場行ったらみみ推しの人に会ったみたいな。なんでなんで、しかもよりによって3人も集まってることある。こっちにいいんだけど私なんでよ。いや、いいですね、 AKB さんの劇場もね、もうすぐ改装に入っちゃうからねそうだよね。次こそシュシュゲットできるように頑張る。私も届けられるように頑張って打つね打つね携帯と耳の範の方からしたら投げるのめっちゃ上手いってなってるかな。コントロール能力半端ないそう、今日はね、カラコンしてないからね、カラコンしてないし、ファンでもいつもと違うし、ラメもちょっといつもより少なかったから、今日はちょっとメイクが薄かったかもしれないです。清染めでした、はい怖くない？気をつけて。それは
は気をつけて。東京埼玉ライブがすごい。気をつけて。観客が的になりそう。ヒロカッピーが言ってました。あ、そうなんだ。ちょっとでも次ヒロカッピー10日でしょ。私出ないからな。萌ちゃんシュシュ飛ばすのめっちゃうまかった。え、わかる。生誕の時さ、生誕の人3個シュシュ投げたんだけど、萌ちゃんめっちゃ投げるのうまかったよね。私もさ横で見ててさ、おおって言っちゃった、思わず。うますぎて。わかる。私は本当に本当にダメですね。本当にダメですね。その3人じゃないと思うけど、私も AKB 公演見てた。え、なんか今日、何今日 NCT のファンの皆さんが AKB 劇場に行く日なの。なんでなんで、すごでもネイルはキラキラ。あ、そうなの、ネイル変えたの、セルフだけど。もうさ爪が折れすぎて、もう人差し指なんて爪ない、まん丸。ここに亀裂が入っててさ、もう肉のとこに亀裂が入っちゃって、だから仕方なく切りました。なんか短いんだけど、セルフでネイルしたジェル、キラキラ、夏っぽい。12日の自己紹介バーベキュー検定、しません。ただでさえちょっとキャッチフレーズ長めなので私はしません。関東が雨だと新潟晴れるの法則。あ、確かにそれだわ。新潟今日暑い、普通に。でもそんなすごい天気が良かったわけじゃないけど、もう今は全然晴れてました。ギターとボウリングやる前は爪切った方が、やることあんまないかも。しばらくはこのネイルのままだと思う。お仕事とかで撮ってくださいって言われなければ。そう、前回ねお仕事でちょっとせっかくジェルさネイルしに行ったのにさ、1週間で撮らなきゃいけなくなっちゃって、自分で全部削って、ちょうどさセルフネイル始めようと思って、足でねやろうと思って揃えてたところだったので、もうだから爪も、でも最近あんまりさネイル行ってもなんか派手なネイルしなくなったから、シンプルなネイルばっかりだったから、まあこれならセルフでもいいかなと思ってたところだったので、ちょっとセルフでやりました。でもジェルだからさ、一応さあんまり、まあ頻繁に変えるのもそれはそれで爪に負担だから、まあ、普通のジェルネイルぐらい 2,3 週間持てばいいかな、セルフだしって感じ、うん、セルフはライトに当てるので1分ぐらいライトに当てればすぐ固まるから、そうだからこう乾かして剥がれるとかもないので、ジェルの方が楽。なんかね、ほんと普通のマニキュアみたいなやつでこう塗ってるんですけど、そうでも結局ねそれを全部の指にやろうと思うと、まあ時間はかかるけどね。でも昨日は暇だったので昨日実家に帰ってやって、ボーリングしたらみゆちゃん一生わざとガーターの、待って待って待って、なんでわざとガーターにすんのよ。わざとじゃなくてもガーターばっかだよ。いやそう、さ昨日さ一日だからめっちゃ暇だったんで、実家帰ってたんだけど暇だったからさ、めっちゃ質問箱返したんだけどさ、その質問箱の中にさ、そのなんか運動苦手みたいな、いやそうなんですよ、最近ちょっと本当に運動苦手は炸裂した仕事がありまして、一日の仕事の中にもう私の運動神経の悪さを全部詰め込んだ仕事みたいなのがあって、後々皆さんにもお見せすることになるんだけど、本当にやばくて、本当にやばくて、その一緒にお仕事をした方がまあたまにしかお会いしないスタッフさんだったんだけど、まあ、1年に1回とか、まあ、1年に 2,3 回とかしか会わないようなスタッフさんだったんだけどさ、キャプテンって呼ばれてんだけど、その方にキャプテン
意外と運動できないんですねめちゃくちゃ冷静に言われてはずみたいな、え、そうですけどみたいな めちゃくちゃ恥ずかしかったです本当に。でしかも本当に本当にひどいと思うのがなんかそのスタッフさん、まあ、インスタ相互フォローなんですけど、で私がさ昨日その質問箱いっぱい返してたじゃない。でそれでその質問のその質問箱にだけなんかあのさ右下にさハートあるじゃん、いいねみたいなやつ、あれにだけいいね押してきました。本当にひどいそのなんかその運動神経の悪さが炸裂してお仕事が最近ありましてみたいな書いたんですけど、絶対あれじゃんみたいな感じですごいいいねもされて悔しかったいやほんとなんかその今まで学生時代その運動できなかったけど、できないなりに できないなりにっていうか、まあ、できなくてもそのできないを可愛いに変えて生きてきちゃってたからさ、まさか大人になってできないことがこんなに苦労すると思わなくて本当に。でそのまあ逆にねアイドルになったからできなくて可愛いってなればよかったんですけど、じゃなくて結構ガチでじゃなくて結構ガチだったから本当になんかもう運動できなくて本当に足を引っ張ってごめんなさいみたいな感じで、なんかここに来てまさか運動できないことがこんなに仕事に影響すると思わなくてもう本当に大変でした。本当に一日過酷だったもうね、でも早くみんなにその見せたい私の運動神経の悪さを一日の一つの仕事に全部詰め込んだ、それを早くみんなに見てほしい。やばすぎたそうなんだ、ね、そう、いやどんな仕事やって思うじゃん。しかも同じ仕事で同じ仕事の中にその、ね、詳しく言うとスポーツを 3種何の仕事やって思いますよね。一日にスポーツを3種やりました。全部できなかった本当にさ、なんでアイドルになってやらされると思わなかったそう、ね、早くねみんなに見てほしい。できないよ可愛いに変えるそっちのスキルが高いそうだよ、あの本当にできなくてもなんか できないってそれで生きてきちゃったそれで生きてきちゃったのに、それが通用しなかったアイドルなのにひどいむしろアイドルの方が通用しそうなのに、あのそれで逃げられなかった一人オリンピックはしてないですさすがにしてないけど本当にあの大変だった、めちゃくちゃ過酷だった本当にもう私の多分まあ使われるのはそれぞれ 3種目やったうち、まあ多分使われるのはそれぞれ一瞬だろうけど、なんかもうもはや私のできなさを総集編にまとめてほしいぐらいに全部できなすぎてやばかった、うん、でもまあもしかしたら見たらあこれのことかなってなるかもしれないですねそうすごい大変だった耳の走り方見てみたい。あなんか最近なんか走ったの、え私何で走ったんだ最近、なんか走らされたよ最近、え待って待って待って、私なんで走ったんだっけ、えめっちゃ覚えてない、なんか私走らされた記憶があるんですけど、えなんだっけ忘れちゃった、えそん時かな、えそうかな、もう記憶がなさすぎるでも走れますよ走れます、あなんかもうそれあうん同じ日だな、同じ日だ、走りもされました、走らされもしました。でももうその時すでに運動神経が悪すぎるっていうことがバレてたから
キャプテン走れるんすかみたいな、めっちゃ煽られたんですけど、いや走りはできるんで走りはできるんでって言いました。まあ、できてたかどうかちょっとわかんないんですけど里可愛いで逃げ切れない。うん、そうなんです。もう早くみんなに全部喋りたいすごい大変だったんだよね18日のオフライン追加販売が、あ、そうですそうです、そうなんです。当日券がないからギリギリまで販売してくれるらしいです。そうで、私はなんかそれの連絡が今日先来てて、なんか限定販売みたいな書き方だったんだけど、読み間違えて現地販売って読んじゃって、え、待って待って待って、当日販売しないのに現地販売ってどういうこと？って思って、これってどういう意味ですかって聞いたら限定販売ねって言われて、あ、恥ずかしかった。私のただの読み間違いで、スタッフさんのこと問い詰めたら私が読み間違えてただけだったもうちょっと最近ほんとどんくささをすごい炸裂しまくってて困りました腕の振り方とか面白そう、待って、面白そうって何？走ってる時の腕の振り方が面白そうってどういうことですか？こうやって走ってるよ一番できないスポーツ、いやもう全部でも球技もそうだし、球技ができないと思ってたんだけど球技ができないと思ってたんだけど、泳げもしないし、球技以外あと何がある？でもまあ走るはまだギリできる、跳び箱とかもギリできる、倒立できない、倒立することあんまないか倒立できない全部できない。タンプレも玄関に忘れる、あ、そうだ、萌ちゃん本当にごめんね、今日もいちゃんいなかったからさ、次もいちゃんいついるって言った、12いるって言ったね、12に絶対お見渡します、本当にごめんね。ね、そんなのもいちゃんの生誕祭だと思ってプレゼント用意したのにさ、玄関に置いてきちゃった、玄関に置いたのにダメだよね最近ちょっと本当に。足が遅い人の典型みたいな手の振り方ね。でもさ、私さ、あのちょ、もう最近ずっと測ってないから分かんないけど、私の最後の記録 50m 走 8.6 だからね。そう、なんかすごいもう12秒ぐらいなんじゃないかみたいな、すごいバカにされたんですけど、さすがに10秒切ってるからでも今は分かんないよね、ちょっともう年齢が23歳なので、じゃ今はもうできないかもしれないサッカーボール前に蹴れなそうでもそれは安心してください、私の父親はあの今でも現役フットサルをやっている人なので、サッカーはお任せください。はい、できまーす多分父の、はい、父の影響であればある、できるかなゴルフはやったことないな、多分できないな、一生穴に入らない、ずっとぐるぐる回ってそう穴の周りをバドミントン、あ、絶対にダメですね、テニス、バドミントンマジでできない、はい、もうなんかボールがまず自分に向かってくるっていうのが無理で、野球とかもそうだけど全部無理で、そう、あとサーブも一生空振ってるあの試合が始まらないダメですね、できません。ミニオリンピック開催したら全員優勝、負ける前提、私ダメじゃん、
もうそもそもミミオリンピックっていう名前からやめた方がいい。逆上がりできない。逆上がりとか歌ってたんだけど、逆上がりとかできたことない。三点倒立マジでできなくてさ、学校の時さ、しかもなんかできない人は壁伝ってやりましょうみたいな、もう壁使ってもできなくて、なんかこう壁際に三点倒立しようとしても首が折れて、あのズズズズってな壁にズズズズってなっちゃう、できない。あ、しゃべぴのでもさ、私も最近しゃべぴの MV さ見返したんだけどさ、独走状態だったくない？だから走るのは大丈夫だと思うんだよね。足長いからストライド大きさ、待って、ストライドって何？歩幅？確かに、あのスピードじゃなくて足の長さで有利だったってこと。そういうこと。片フレでのリレーはやったわー、つなんで激アツの中、もうあんまり記憶ないけど、そんなこともありましたね。あ、バレーボールはで一応ママがバレー部だったんですよ、高校時代。でも私は無理です、手が痛くなっちゃう、ここが真っ赤になる、できません。格闘技とか意外と強かったりして、やったことない。腕立て伏せ、あ、できません、無理です、起き上がれません。縄跳びはいけるよ、二重跳びとか実はできるよ多分、もうずっとやってないからわかんないけどできる。ハイブ長くの追加販売、みえちゃん買おうかなって思う。嬉しい、お待ちしてます、いっぱい会いに来て嬉しい。スノボはやったことないけど、スキーはできます、できます。側転できるわけないでしょ。天地がひっくり返るものは基本無理だよ。できないよ。今日の絶望の後で迫力があったの、本当？髪の毛かな。ありがとう。くねくねピックね、待って、何かと思った、オリンピックにかけたの。腹筋はできるよ、できる、できてるのかわかんないけど、アイドルならバク転ができるはず。待って待って待って、そんなの求められたことないって、後転で許してほしい。後転はできるの、後転は得意なんです。サントピアワールドのなんかこうぐるぐる回るやつがあって、あれで後転できるようになった。あれで後転の感覚養われてできるようになったから、後転は得意です。プランクね、できるよ。プランク実は結構得意で、なんかあのリハとかの時にいつもやるんだけどさ、これ45秒、その後お尻フリフリ30回、なんかその後休憩せずにそのまま横30秒、横30秒とかなんかいろいろやるんだけど、リハの前に基礎レッスンみたいな。そう、結構私耐えられるタイプ。そう、それはできるんだけど、兄ちゃんが勝てるスポーツを見つけましょう。待って、そんなことを果たしたかったわけじゃないんだけどな。まあいい、今日はもういっぱい話せれば何でもいいんだ。でももうさ、23時になるよ、あと10分で。早っ、早いの。測定は今ならできると思うよ。え、絶対にできないよ。できない姿がダサすぎて絶対やりたくない。プランクしてる時が一番時間長く感じるね。でも私は意外と得意ですよ、耐えられる。
腕を伸ばせばダンクできそう。そんなに。実は最近さ、バスケもやったんだけどバスケもやったんだけどっていうか、その3種類のスポーツのうちの一つがバスケだったんだけど、あのダメ、本当にダメ、できない結構ねやばかったですね本当に。私のできるスポーツなんてないよ。だって体育の成績2だもん。許してよだからダンスだけ、なんかさ、ダンスがこの授業のさ、なんか必須科目で、私の時はねまだ必須ではなかったんだよね。なんか2択、陸上かダンスか選べるみたいなやつで、女の子大体ダンス選んでて、まあ私なんて陸上選ぶわけないですよね。ダンス選んで、でなんか自分たちの好きな曲で振り付けを考えるみたいな授業だったから、 AKB さんの曲、何やった、サヨナラクロール、サヨナラクロールに合わせてダンス作りました。だからそれはねいけたんだよね。だからダンスだけは体育の授業で唯一できたから今それが仕事になってて、よかったねって、なんか変なスポーツ選手とかじゃなくてよかったねって、絶対目指さなかったけどよかったね、唯一できる運動が仕事になってて。 NGT で球技とかやったら絶対に面白そう。面白そう、うん、できる人は面白いだろうね。私はただの見せ物になって終わってしまうドリブルしましたよ。でもバスケのルールがよく分かってなくてなんか、うん、なんとなくやりました、はい、にってなんかリアルやそう、え、あの私結構学生時代ちゃんと頑張る人だったから、他の教科はちゃんと5とか4とか3すらもあんまりない、4か5が多かった。もうしかもなんかその普通の授業に至ったらオール5みたいなくらいだから2がもう本当に2みたいな5 5 5 4 5 5 5 2みたいな本当に体育だけが成績めちゃくちゃ悪くて、だから授業態度とかでなんとか稼いでたんだけど、授業態度とかでなんとか稼いで3取ってたの体育今まで。でもそれすらもダメで2になった経験があって、頑張って頑張って3でキープしてたのに2になりましたNGT の運動神経ナンバーワンね、え誰だろう、なんかちゃんとねやったことないから分かんないけどね。そうでも結構運動できる子多いからな、うん、バスケやってシュート入った？いいえ、入りませんダサいみゆちゃん見せてファンを増やそう。待って、どうやったらファンが増えるのそれで幻滅されて終わっちゃうよなんかできなくて可愛いねみたいな、それだったらまだいいんだけどさ、それだったらまだいいんだけどさ、普通になんかできない姿がちょっと気持ち悪すぎる、ダサすぎて、可愛いとかのレベルじゃなくってそうだからもうその頑張ってもちょっとキモくなっちゃうから頑張ってもキモくなっちゃうから、だったらもう最初から頑張らない、頑張らないでできないなってちょっと可愛くやってる方がいいなって思ってたから、中学生時代はそれで生きてきた。でもそのツケが大人になって回ってきた、仕事でそんなことある普段と運動できないギャップでファンが増えそう。本当に本当に本当に私が運動できない姿を見ても幻滅しないって言える、言える、知らないよ知らないよ
れいちゃんは何でもいいです。わかる。わかる。りあちゃんとかね、運動神経良さそうだし、ルアちゃんも運動神経良さそうだしね。後輩たちが、いや、そう、なんかさ、こう、過去の NGT は結構、運動できない子も多かったと私は思ってるんですけど、なんか、気づいたら運動できる人たちばっかり、後輩含めて。なんか運動できない子、減った減ったみたいな。なんか運動神経いい子たちが結構いる、今の NGT。と思って。なんか、いや、昔の NGT はもうちょっとできない子がいっぱいいたはずなんだけど、仲間がいっぱいいたはずなんだけどなって思ってるんですけど。たくはそういう子応援したくなるもの。でもさ、運動神経悪い子応援したとてじゃない？なんかそのダンス、あ、ダンス頑張れ頑張れみたいな。はわかるよ。運動神経悪い子応援したいってなります？別にそれ仕事にしたわけじゃないけど。突然の公演で優勝したみゆちゃんの腹筋はすごかった。なんだっけそれ、あれかな、ちっちゃいもん VS 大きいもんみたいなやつ、なんかやったよね、腹筋みたいな。そうだ、なんかそういうのはねいけるんだけどね、スポーツができないんだよ。うまくできなくてケラケラ笑ってるの、そう、そう笑ってごまかしてるから。そうやって生きてきちゃうから。意外とスイスイ足が速そう。いや、わかる。絶対、なんか、すばしっこうそう。チュ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 って走りそう。いや、そうなんだ。幻滅はしないけど爆笑する未来しか見えない。ほら、嫌だもん、そんな。笑い物にされるの嫌だもん。そんなところも可愛い。絶対になれないよ。頑張ってる姿が愛おしい。あ、だとしたらもう私頑張ること諦めちゃったからな。それはじゃあもう愛おしいって思ってもらえないかもしれない。ヘラヘラしやがって真面目にやれって思われてるかもしれない。花江ちゃんのシャトルラン得意は今でも疑って。待って、初めて聞いた。そうなの、花江すごっ。私はもうシャトルランすぐ諦める。だってもう無理だもん。ユーハって運動できそうだけどダメなんだって、ね、あー確かにユーハはちょっと運動苦手そう。なんかの時にあれユーハって思ったことあったんだよな。ちょっと思い出せないけど確かに。見た感じスポーツ万能っぽいイメージあるんだけど。あ、私ですか？絶対身長のせいじゃない？身長高いから何かスポーツやってたんですかみたいな、まあよく言われるじゃないですか。いいえ、何にも。身長の無駄遣い。そう、あ、そういえばさ、この前さ、ティフのさメイクさんの話したじゃないですか。あ、そうだ、ティフの後に配信したわ私。あれ、それ家でやったね。今更ながら思い出した。あ、そうじゃん、ティフの日家で配信したじゃん。そうだよ。でさ、そのティフのメイクさんがさ、坂道さんのメイクさんでさみたいな話したじゃん。そうだった、そうだった、配信してたわ。そうで、そのなんか坂道さんのメイクさんが身長170何センチとかだったんですよ。すごいスタイルのいい方で、でもその方もその身長が高いからバレー部に誘われてバレエやってたけど全然得意じゃなかったって言ってて、身長の無駄遣いでしたって言ってて。そうで、あれ、じゃあそれみゆみゆと一緒じゃんって別のメイクさんに。おいーって。そうだけど、私もそうだけど。もうだから運動神経悪いがもうスタッフさんの共通認識になっちゃって、私の。そうだから、あれ、身長の無駄遣いってうちの誰かも言ってたな、あ、みゆみゆじゃんみたいになりました。
わかる、身長高いとなんか運動してたんですかみたいな、まるで運動できる人みたいに扱われるんですけど、別にそうじゃないから別にそうじゃないから。走り幅跳びできる、あ、でも意外とできるよ。踏み切るやつですよね、こういうやつか。あ、それ走ってないの、あ、でも多分できます多分できます好きな人だったら何でも可愛く見える、あ、そうであってほしい、フィルターかけといてほしい左利きもスポーツで有利だったのに、うわ、そうじゃん、私サウスポーだよ私高身長のサウスポーだったけど、なんか何なら、いや、やっぱバレーボールとかかな、バレーボールとかだったら有利だった。なんかちょっとやり直したいね、生まれるところからなんかそのスポーツのなんかこうセンスを持って生まれたらいいね跳び箱はでも7段とか8段とか飛んでました。低いと、低すぎて飛べなかった。高身長サウスポーとか最強の響きねえ、私にとっては全然最強じゃないんだけど、逆にそんなこと言われちゃったら悲しいんだけど全部無駄遣いってことじゃんね。ソフトボールのピッチャー、ソフトボールって身長なんか関係あるの？でも確かに野球とかね、ソフトボールとかやっぱ投げる系は左利きだと有利だったりするのかな。バレーでもなんだよ、スポーツの左利きが貴重。はあ、身長だけじゃなくて利き手まで？私無駄遣いしてた。生まれ変わってオリンピック選手とかアイドルの人生選ぶとしたらどっち選ぶ？いや、生まれ変わってもスポーツの才能があるとは限らないじゃないですかいやでもさ、本当にさ、そう思うとさ、オリンピックとかにさ出られてる方とかってこうちっちゃい頃からそのスポーツやってたりする方が多いじゃないですか。てかもうだってスケボーの選手とかもう中学生とかだったりするわけじゃん。なんかあ、すごいすごいなって思いますよね。そんな人生すごいって角度のあるストレートとキレのあるスライダー投げてきそうすごいリアルに書くけど私全部できないからね同級生メンバーのサウスポーは運動神経良さそうね、一人しかいない七海のこと言ってるでしょ。そう、七海はないだし左利きですけど、まるで違う運動神経が、なぜだ手足長いとピッチャー有利だし左だとなお、そうなんだ。あ、身長っていうかも手足の長さね。なるほどね。ハンドボールも左利き高身長だから、そう、そうなんだ。左利きで不利なのはキャッチャーぐらい。じゃあもう何のスポーツやっても優勝じゃん何もできなくて申し訳ないけど、左利きは天才肌多いよねって言われるじゃないですか。左利き羨ましいとか、左利きは天才とかってよく言うじゃないですか。全然何にも当てはまんなくて、はい、左利きいいと思ったことなかったけど、左利きだけ唯一何も活かせないね。なんか身長はさ、今こうアイドルやっててさ、パフォーマンスとかしててもさ、なんか耳は身長高いからどこにいても見つけられるとかさ言ってもらえるからさ、まあなんか身長だけは無駄遣いせずに済んだなって感じするけどさ、左利きは別にアイドルになっても何にもいいことないですよ。だってサイン書いてもさ全部ペンにじむだから、まあ、今回あるか分かんないけど、シングルの生写真サイン本当に苦労する。いつも右側から先に書く、右側にサイン書いてから左側になんかメッセージとか書くようにしてる。むしろ左利きめっちゃ不便です。サインを全てにじませる
という特殊技術を持っている。だって踊るのもさ、結局左手でマイクを持って右で踊るじゃないですか。何にも役に立たない左利きこそ無駄遣いかも。アイドル別に左利きでいいと思ったことはあまりないですね。日常生活においてもご飯食べるにもさ、人と並ぶの気使うしさ、ハサミ使えないしさ、右利き用のハサミ、実家帰ったら右利き用のハサミしかなくて、全部ママに切ってもらった切れないって言ってハサミと物渡してママに全部切ってもらいました。左利き用のハサミも自分の家に持ってきちゃったから実家になくて両利きじゃなくても本当に全部左なんです。何にも右でできない。そう、右でやるものないと思う。全部左なんです。足の利き足も左。アラビア語で書けばいいんじゃない読めんのみんな読めるんかい。みんなでご飯食べに行った時席めっちゃ気使います。はい、めちゃくちゃ気使います。だから最近ななみと一緒にご飯食べに行くこと多いので、ななみとはマジで気使わない二人とも左だからむしろ隣に並んでおいた方がお互い得だねってなって、ななみとは隣に並ぶことが多いかも。左利きは右利きより生活でストレスかかるから寿命短いらしい。ねえ待って、そんなこと言わないでよ、私すぐ死んじゃうのやだ。でもそれは絶対にそうだと思う。だってこの世の中右利き用に作られてるもん、全部、改札も自販機も全てにおいて。あれもそうだ、蛇口、蛇口も右利き用。確かに、なんか別にそれがさ普通で生きてきてるからさ、すごいストレスに感じるわけではないけどさ、なんかそれが当たり前だから。でも気にし始めたらさ、全部この世の中右利き用にできて、知らないうちに、知らないうちにストレスがかかってる、早死にするってこと。へえ。やだよ。鏡文字も左利きだからできる。うん、多分そうだと思う。だから私最近思ったんだけど、ダンス左で踊れます。基本左手でマイク持って右で踊るじゃないですか普段。みんな、みんなってかアイドル、左で踊れる。やろうと思えばできんのかな。でも全然なんか違和感なくできますと最近思いました。左利きは吹ける。ねえ、いいことないじゃん左利き。誰天才肌とか言った人何にも使えないじゃん左利き。すごい嫌なんだけどスプーンすくうおたまも片方だけ尖ってるやつマジで困る。わ、めっちゃわかる、めっちゃわかる。あとなんかサラダとか給食の時のサラダとか、なんか片方だけギザギザしてるおたま最悪、使えない。だから私は学生の時、あの給食お味噌汁かご飯しかやんなかった。しゃもじかちゃんとしたお玉しか使えなかったやっぱ左利きを生かせるのはスポーツか。もう無理だって、もう23年スポーツできないで生きてきちゃった。なんか左利き生かせる、うん、もうお待ちしてますたかしはサッカー左利きで、あ、え、そうなの。なんかね、そう4期生で左利き、凪が左利きって聞いたの。凪だけ、なんかもう一人いた気がするんだけど、そうなんだ。でもゆあちゃん普通に右利きだけどサッカーだけ左ってこと。うーん、なるほどね。それめっちゃいい、それかっこよくない。あ、そうだ、ひろかっぴも左、そうひろかっぴと凪が左利きだったかな、確か4期の中で。そうだそうだで3期はいないんだよね左利き。でも NGT 本当に左利き率高いよね。なんか人数減っても減っても左利き率高いと思う。パパがもともと左利きです私は。
左利きね、多いよね。アイドル左利き多い、確かに。 NCT だけでもまあ確かに。でも今ので分かったことは、アイドルで左利きでも別に得することはないということです。別に何かいいことがあるわけではないということです。はい、左利きの人ばかり好きになるのな。それでも別にさ、聞き手が左利きだから好きってなってるわけじゃなくて、気づいたら左利きの人のことを好きになってるってことですよね。なんそれは不思議だね。なんか運命感じちゃうのかな、左利きの人に。それすごいね。じゃあもう今度から聞き手当てられるんじゃないの。本人がやらなきゃ左利きってなかなか、あ、そうそうそうなのよ。だからさ、この前さそれでこの前、その運動神経の悪さを炸裂したあの仕事の時に、ななみも一緒だったんだけど、なんかそのななみはね、あ、大塚さんはサウスポーなんですねって、そのスタッフさんに、そのスタッフさんに、大塚さんはサウスポーなんですねって言われてて、え、私もサウスポーなんだけどみたいな。でも私は何にも言われなくて、私はもう本当に、あ、キャプテンって意外と運動できないんですけど、それしか言われなかった。もうなんでなの、私なんてサウスポーなんだけど。だからもうこれがサウスポーなのに何も活かせてないこと、何よりもの証拠ですね。私だって左利きなのに何にも言ってもらえなかった。私運動神経悪いしか言われなかった、悔しい。ひどいよ本当。左利きの話でこんなにも盛り上がるのも左利きでいいかな。一個のネタとしてね。確かに、いやそうだわ、運動できないと左利きはじゃあもうそういうものとして、そう、もうネタとして扱うしかない、いいことそれしかないってことですね。左利きよりスポーツできない衝撃の、そう、うん、そうなんだと思う。だから本当にちょっと悲しかった。運動できないことの方が、そう、なんか突出しちゃうんでね。それだけ活かせてなかったってことなんです。もうなんか反論する気にもなんなかった。私も左利きなんですけどってもう言えなかった。言ったところで、まあできないですもんねみたいな、使えてないですもんねその才能みたいな感じだから。何にも言えなかった。あ、そうですねって感じ。いや早くねみんなに見せたい、できないのに。できてなかったのに、できてなかったのに早く見せたい。でも、うん、あ、これのことかって多分なるから、それはまあ後々。そう、まあ、いや、ね、どこまで言っていいのか難しいけど、これ言ったらどういうことってなりそうだけど、むずいよね。まあ、いずれ分かることだからちょっとまあ先に言っちゃうけど、そのシングル関連の話なんですね。この今私が全て話したこと、この運動神経の悪さを炸裂した話っていうのがシングル関連の話で、え、今回私シングル、え、トリプルセンターですよね私みたいな。え、私一応今回センターですよねみたいな、センターなのにこんなに運動神経の悪さ炸裂するみたいな、すごいちょっと悲しい。あれ、私今回センターなのになんかできないとこばっかりなんじゃないみたいな。と思って、そうだからさ、どうなるのこれ一体みたいな。どうなるのかしらって感じなんですよね。だからまあこれは本当にもうこれ以上喋れることはないから、もうあとは楽しみにしててくださいって感じなんですけど、あ、トリプルだから3種ってわけではない、それは全然関係なくて、たまたま、3種類だったんですけど、私がやったスポーツがなんだけど。だ
からさ、お願いだからいいとこ使ってねってトリプルセンターなのにできないとこばっかりみたいな。もうだから途中スタッフさんとかにマジで呆れられてて、まあ、そういうできない子が一人いてもいいよねみたいな多分求められてるものができなさすぎて努力はしてんだよ、そりゃもちろんいいものにしたいし、自分にとって大事なものだからさ、今回のシングルは。そうだから、私は私の中で精一杯頑張ってたんですけど、多分呆れられててまあそれできない子が一人いる方がリアルでいいよねみたいな扱いになって、だんだんそうだから、もうこれ本当にどうなってんだって感じだからちょっと、うん、私も楽しみだし、もうあの腹をくくって楽しみにしててほしいと思ってます、はい、まあね、そんなシングルなんですけど、そうあのサイネージが駅とバンダイにあの8月からやってまして、見ましたか？今日劇場に来てくださった方とか見てくれたかな。そう、私がさちょっと前の配信でさ、また8月になったらすごいお知らせがいっぱいあるよみたいな、でその中に私がすごくやりたかったこともあるから楽しみにしててねみたいな話を多分どっかの配信で言ったんだけど、それがこのことで、このシングルの今回の告知の映像を駅とバンダイにあの放映していただくっていうのだったんですけど、そう、いやめちゃくちゃ嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しくて、あのそうなんか私やっぱり新潟の街を、特に駅とバンダイ NGT のまあその本拠地というのかな、拠点だし、新潟駅はやっぱりあの全国からたくさんの方がいらっしゃるから、新潟駅とバンダイは本当に NGT でいっぱいにしたいなって思っていたので、でやっぱり本当に駅もさ新しくなったり、バンダイもモニターがすごい増えたんですよね、バスセンターのとことかで。だからそういうの見ててもすごいここで NGT 流してくれればいいのになってずっと思ってたから、今回のシングルのそのプロモーションとして流すことが決まって、でそれをね、あのセンターが発表された時と同じ時に言われたんです。なんか今回のシングルのなんか発表が呼び出されて、ここで個別で呼び出されて、スタッフさんがこう並んでる中に、まあ、今回10枚目シングルの発売が決まりました、選抜が今回11人でこのメンバーになってて、であの今回はセンターが3人います、でそのうちの1人に藤崎さんも選ばれましたみたいな話から始まったのね、今回のシングルのなんか発表って。ここでそういう話をされてて、でそのまあシングルの話をされた中で、だから先にそのシングル発売します、選抜です、あの選抜の1人に、あ違う違う、センターの1人に選ばれましたっていうの先に言われて、そうで、まあ、その時はやっぱ3人センターって何っていう方が強かったから、なんかえセンター嬉しいですっていう気持ちよりもなんかんっていう方が強くて、だからなんか素直に喜べなかったのその時は。だからあはいみたいな感じだったし、なんかもっと正直なことを言うと、センター今回3人ですって言われた時になんかこうもうそれを言われた時点でなんとなく察して3人を、だからなんかそのうちの一人に選ばれましたって言われた時にわーってなるよりも、なんかこうなんて言ったらいいかな、こうスンって落ちたというか、落ちたけど3人って何みたいな感じだったから、結構感情的には複雑で、だからもうわーありがとうございますみたいな感じじゃなかったんですよ、実はそのセンターですって言われた時に。そう
なんだけど、その後、まあ、今回のシングルこここういう感じにしたくてみたいなシングルについて説明をされる中で、まあ、今回プロモーションで駅とそのバンダイにも映像を映そうと思っててみたいな話をさされたのね。そっちの方がめっちゃいいリアクションしましたえ、本当ですかみたいなそれ多分絶対センター発表された時のリアクションだろみたいなそう、センター発表された時のリアクションでやるべき反応をそっちでしたぐらい本当にそれぐらい。でも今回その駅とバンダイにその映像を流してもらえるっていうのがすっごい嬉しくて、そうだからそれはすごい本当に嬉しかったので、だから実際それをまあ映像撮って、でもあれ映像撮るのめっちゃ難しくて、15秒の動画なんですけど、あそこに流されてるのがさ15秒の動画で、でもなんか前と後にこうシングルのなんかシュバババババンみたいな映像が入ってから、皆さんこんにちは NGT48 ですっていう動画が始まって、で最後にこうシングルの携帯がちょっと映るみたいなやつだから、それが全部含めて15秒なの。だから実際喋る秒数としては13秒とかしかなくて、そのでもシングルの告知を13秒で収めなきゃいけないっていうのがめっちゃ難しくて、最初測ったら20秒ぐらいになったんですよね。だからもう文言削って削って、本当は皆さんこんにちは NGT48 です、私たち NGT48 の10枚目シングル一瞬の花火が8月28日水曜日にリリースされます、ぜひチェックしてください、以上 NGT48 でしたみたいな文言だったんですけど、もうそれ喋ったらもう20秒超えぐらいになっちゃって、だからもうじゃあまず水曜日って絶対いらないですよねみたいな、だから8月28日水曜日にって言ってたの水曜日削るで、なんか以上 NGT48 でした、もうなんかもういらなくないですかみたいな、もうどんどん削って何回も何回も撮り直して、でやっとなんか撮れたのがあれで、そうだからその駅とそのバンダに映像流してもらえるってなった時にめっちゃ嬉しいってなったんですけど、実際動画撮ってみたら超難しくてそうでもね、実際に映像が完成して8月1日から映像が流れてたんですけど、そうもう8月1日ちょうどお休みだったの、なんかその前後結構バタバタしてたんですけど、8月1日だけ休みだったから、もう昼間バンダイに行って撮りましたそうなんか NGT の公式で告知されたのはちょっと後だったんだけど、そうもう8月1日から放映してるっていうのは知ってたので見に行きました一人で。でもそれ実際に流れてるのを見るとやっぱすごい嬉しかった。ずっとここにこう流してほしいなって思ってた場所に NGT のこう映像がたくさん流れてたのですごい嬉しかったし、 NGT の公式でこう告知されたのはちょっと遅かったんだけど、でもその告知されてない段階で結構もうファンの方が見つけてくださって、駅にこんなの流れてたって結構ね SNS とかでも投稿してくださってて、あ気づいてくれたみたいな。やっぱ駅はさ特にいろんな人が行き来するし、ファンの方が普通に暮らしてても多分駅利用してたりするじゃないですか。だからなんか見つけたよってそう教えてくれて、そのまだ告知されてない段階、もう放映はされてたけど告知されてない段階だったから、あ見つけてくれたんだと思ってすごい嬉しかったし、そうやっぱりすごいなんか自分たちの映像が流れてるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいなって思いましたね。ぜひあのね8月のあれいつまでって言ってたっけ、8月の末ぐらいまで放映されてるんですけど、どれだっけ、探せなくなっちゃった。いつまでって書いてあったっけ、なんか書いてあったよね、何月何日までみたいな。あ、これだ、8月31日までだ。8月31日まで放映されてるんですけど、あのメンバーがね近くて、今はトリプルセンターの3人の動画なんですけど、これがね10日までだったかな、今週いっぱいとかだった気がします。来週以降また別のメンバーの映像になって、
そうっていうのが31日まであるそうです、はい、確か10日だった気がする。1週目は1週目っていうか8月が中途半端な予備から始まったから、だから10日間なんですけどそうなんですね。偶然見つけると何って思いますよね。だから嬉しいですね。たくさんの方に見てもらえてたら嬉しいなと思います。本当はまあ曲流したりとか MV 流したりとかしたらいいなと思うんだけど、まあ、ちょっと15秒の尺の中ではね、喋るのが精一杯でそう、でもそれだけでもすごい嬉しいことだから。そうで、なんかね、その8月1日から放映されてて、それ見てて、私はあのバスセンターの渡った伊勢丹からビルボに向かってこう歩いてって、あのビルボの中のクレープ屋さんの向かいのところで見たんですけど、でそれ見て動画撮った後クレープ食べたの、普通に普通にクレープ食べたくて、クレープ屋さんで一人でクレープ食べてたんだけど、その時もさ3回ぐらい流れてきて、自分の声があっちから聞こえて、あ、また流れてるって思いながらクレープ食べてた何回か見れてるし、なんかね結構流れてるみたいです。5、6分に1回ぐらいのペースで流れてるっぽくて、そうなので結構頻繁に見られるんじゃないかなって思いますね、うん、なのでぜひいっぱい見つけても、動画はその同じ週は同じのしか流れてないんですけど、ぜひいろんな方に見てほしいなって思うし、うん、それが一個本当に皆さんに早く告知したかったことの一つだったので、そうやっと始まった。でも8月いっぱいずっと流れてるのもすごい嬉しいから、そう何パターンもねあったりするので、メンバーが変わって、ぜひあの新潟に来るタイミングでおしゃべり会でも、長岡だからね、まあ駅とか新潟駅とかだったら行く機会があれば見れたりするかな。そうぜひ8月18日長岡でだけどおしゃべり会もあるので、ちょっとまあ足を伸ばして新潟駅まで来たら見れるかなって思うので、ぜひぜひ。ちょっとでも8月18日だともう私たちの動画じゃないかもしれないんだけど、そのぜひ見てほしいなって思います。バスセンターの2階に見に行ったら、目の前に他のイベントの人がずっと座ってて気がする。何を待ってんだろうこの人ずっとってなってたかもしれないね右耳にイヤリングみたいなのついてた。あー動画ですか。あ、つけてたつけてた、イヤリング両耳つけてたけど、多分耳かけしてたのが右側だけで、見えてたのが右だけだったかもしれないけど、イヤリングつけてました。今日バスセンターで偶然見ると、あ嬉しい。今日だとまだ私たちの動画ですね。嬉しいです。ぜひ見つけたら写真とか撮ってみてください私は動画を撮って家族 LINE に送りました。今日からこれが流れてるんだよって言って家族に送りました。ファミマの横の上りエスカレーターのみゆちゃんの声が流れ、反射的に後ろ振り、私の声気づくかな。そう、私がほぼずっと喋ってた。本当はなんか最初この割り振ろうと思ったんだけど、やっぱ15秒で収めるにはもう一人がだって喋った方がいいねってなって、基本私がずっと喋ってたので、そう私の声気づいたかなそれで言うとね、昨日の一瞬のラジオだったりとか、あとナレーションもそう皆さんに見てくれましたか、聞いてくれましたかそうですよ。そうナレーションもねずっとやりたかったお仕事で、今回ジモクラが5日に放送されて初ナレーションもしたんですが、でもね、地元から新潟でしか放送してないから、ね、ちょっと見れた方と見れなかった方がいらっしゃるかもしれないんだけど、そうでちょうど実家に帰ってた時だったので、そう家族で一緒に見ました。パパはなんか眠くなって寝ちゃったらしい。
いなかったのでママと2人でジムクラは見ました。ラジオは全員で聞きました、パパとママと。駅合わせないと、あ、多分ねあると思うんだけど、ちょっと多分人混みでかき消されちゃってたかもしれない。音はね多分あると思うね。ラジオ一瞬だったね、本当に。私も聞いてたけど本当に一瞬だった。なんか収録してた時もやっぱめっちゃ短いなと思ったのよ。普段さエッサとか30分尺のやつをさ収録してるとさ、あれ尺自体が10分とかだから、一瞬のラジオが。でも実際さ聞いてたらさ曲めっちゃ長く流してもらえてたじゃないですか。2サビぐらいまで流れてたから、2サビ以降も流れてたんだから、実際喋ってた部分って多分5分6分とかだったかなって思うからさ、収録しててもあっという間だなって思ってたけど、聞いてたらめっちゃあっという間でした。そう、でもすごい楽しかった。そう、はい、ラジコで聞きました、みんなで。一瞬でしたね。そう、あの今週は皆さんから募集したあの10秒間の告白のセリフのやつをやったんですけど、はい、皆さん私のことを期待していたかもしれませんが、しませんでしたしませんでしたんですがしませんでしたんですがですが、なんかあのですが、私さ今週分さ仕切りだったわけですよ。仕切りでさ喋ったからさ、で仕切りで喋ってたんだけど、なんか一旦私がセリフを読んでから、じゃあこのセリフ誰がやりますかってやつだったからさ、実際さ私喋ってないみたいな感情こそそのなんか告白セリフみたいなキュンってさせるような感情を込めた読み方はしてないけど、いやいやいや、でも言うて私呼んでないみたいなけど、そうだから、あの私はやりませんでしたけど実質やってるみたいな感じになってましたねそうそう、なんかやっぱもともとやっぱ時間的に短いからできて2人みたいな話で、でまあ1人は絶対もう週替わりのゲストがやるべきだみたいになって、ユーハはもう強制ユーハー強制的に。でなんかもう一人、じゃあ3人の中から誰がやりますかってなって、その来週以降の別の企画もあったりとかするから、なんか私はこっちの企画やりたいからちょっとこれは大丈夫ですみたいな譲り合いをした結果、なんと全員が同じ企画をやりたいって手を挙げてて誰も3人その告白やりたいって言わなくて、でじゃあ勝った人が告白しようってなって3人でじゃんけんして、はるかが勝ちましたなのではるかがやることになりました、はい、そう、もともとねだからできて2人とかかなって言われてたから、そのはるかにやってもらう。でもねはるかでよかったと思う、絶対に。めっちゃ面白かった。そう、やっぱゆうははさすごい王道にやってくれたからさ、これで私がやったとてね、やっぱそれより面白くやってくれる子の方が良かったから、いやはるかが天才でしたね、さすがでした、めちゃくちゃ良かった。そうそう、勝った人が、そうなの、勝った人が告白をやるっていうので、はるかが勝って、そう、うわー悔しいとかって言ってたうわー負けちゃった悔しいとかって言ってましたあ、そうなん、なんか放送してる中ではなんか、あ、じゃあ私がみたいな、あざとキャラということで私がみたいな感じだったんだけど、まあ実際は誰がやるとどれを読むか、やっぱたくさん皆さんからお便りをいただいてたみたいで、その中からまあやりやすそうなものとかをまあ選ばせていただいて、そう、事前に選んで、誰がどれをやる選んだ上で収録始まったので、そう、あの何ラジオの中ではじゃあこれ誰がやりますかみたいな、その場で決めた感はあったかもしれないけど、いや、あの一応事前には決めてました。はい、
そうでも本当に一瞬だった。でも2人いけたね。そう結構収録してでも使われるのってちょびっとなのかなって思ってたんだけど、意外と喋ったもの全部ほぼ全部使われてた感ありましたね、うん、あんな一瞬の放送時間の爪痕を残したカイリちゃんは何やったカイリはあれですね、発売の前日のラジオでの最終週に登場するので、ちょっとぜひ楽しみにしてほしいなって思いますいやなんかねカイリは、いやでもラジオ聞いててもその爪痕の残した爪痕って分かりづらいかもしんないけど、ラジオの中だと、いやでもまあ全部の週聞いたら分かるのかな。いやなんかうん、とにかくまあちょっと楽しみにしててください今日の帰りも本当に最高だったみたいなさ MC でさそれ以来私発言には気をつけてるんですけどってすごい壮大なフラグ立てといて、最後めっちゃ意味わかんないこと言ってて、もあまりにも帰りすぎて可愛かったもういいよ本当にそのまんまでいてほしいって思いましたね何にも気をつけなくていい本当にさすがだった。いや最高です。なんか24歳になっても本当に最高今日ね24歳最初の公演だったということで、なんか本人がさ公演終わった後さツイートしててさ、なんか滑り出し好調でしたみたいな書いてたんだけど、いや本当にそう24歳もそのまんまでいってほしいって思いましたね。本当に本当に最高メンバーへかける言葉は気をつけましょうどうしたかい、何があったって思っちゃった。なんか嫌なことでも言われたって言っちゃった私いや確かに締め方むずいよね MC って。そうなのよ、締め方すごい難しいよね。いやでも本当に最高でした。さすがです今日も帰りだったよかった。そうえなんかさ今日さ久しぶりにさ日野と公演が一緒だったの。そうでなんか日野と公演でのなんか久しぶりじゃないみたいな話になって、実際多分柏木くんの次の日の公演ぶりだったと思う。だから私はその時にいたんだけど、帰りはその時出てなくて、あれじゃあ私日野と公演出たのいつみたいな話になって、え何日って日野いたって、あ日野その日いないみたいな、えじゃあ私たちって1ヶ月以上ぶりの共演なのみたいな話になってで最終的にはなんか多分1ヶ月以上ぶりだったみたいで、その帰りと日野が一緒だったのが。でもさもう本当にこの思い出いっぱい公演やってる上で帰りと日野のコンビネーションが最高じゃないですか。えこの人たちそんなに久しぶりだったのと思って、やっぱねそう帰りの面白さをこう引き出すには日野のツッコミがすごい大事だから、今日はすごいその久しぶりの時鉄コンビを見られて私はとっても嬉しかったですね。そう思ったよりも久しぶりだったらしい。そうでしたいや楽しい本当に。そうだから多分ね日野、私も日野と歌唱力の次の日ぶりだったし、そうだから久しぶりだったのもあって、なんか公演自体は3日前にやったんだけど公演自体は3日前にやったんだけど、なんか人がやっぱ違ったからさ、あなんか久しぶりって気がした。私は全然公演久しぶりじゃないのにさ全然久しぶりじゃないのにすごい久しぶりな感覚になった。やっぱ出てるメンバーが違うだけでちょっと感覚変わるよね、うん、すごい久しぶりの。えマリアさんもちょっと久しぶりな気がしたな私。多分いつぶりだろう。そう
なんかさ、友達でいましょうのさ、最初の歌割りさ、マリナさんと一緒じゃないですか。最近マリナさんのポジション違う子が入ってることが多かったから、あれ、マリナさんと歌うの私久しぶりかもしれないと思って。そう、あ、そう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 、この前はね、この前とその前が3期生だらけの公演だったから、そうだわそうだ、前回は萌ちゃんの生誕があったから3期が多くて、その前はあのパーティー夜あったから3期が多くて、そうだ、2回連続3期生の多い公演だったから、それで多分先輩とか同期がいるのがすごい久しぶりな感覚だったのかも。それだ。でもやっぱ出演メンバーが変わるだけで結構感覚違うなって思ってね。だから12は原ちゃんの初日だし、私は12まで出ないんですけど、だから寂しい。なんかさ、3日前に公演やったばっかりだったのにさ、すごいなんか今日久しぶりの感覚で公演が。でも次12まで出ないからさ、1週間までいかないけど5日間ぐらい空くわけじゃないですか。なんかすごい多分物足りなくなっちゃう物足りなくなっちゃいそうだ。寂しいな。10日出れないの寂しいな。丸取り出るからしょうがないんだけど、なんか自分がいない公演があるのがやっぱちょっと嫌なんですよね嫌なんだよね。できれば出たい。なんかさ、寂しくなっちゃうの。だって自分のいないところでなんか楽しまれてたりとかさ、それがもし初めましての公演ですみたいな方がいた時にさ、その自分がいない公演でその中から推しを決めたりするわけじゃないですかって思ったら、悔しいな自分がいないのってってなっちゃうから、そうだから寂しいな自分がいない公演前座でとか、あ、前座ありだなちょっとでも逆に前座だと間に合わない説がちょっと出てきちゃうな。10日夜公演なら、てか夜公演だけでも出たかったな。昼夜一緒じゃなきゃダメって感じ。夜は確実に出れるじゃんね。昼も頑張れば出れるんだけどさ、間に合うギリ。でも前座だと逆に間に合わないかもしんないそうか、寂しい。実家でリフレッシュしすぎた。あ、でも確かにのんびりはさせてもらいましたそう、久しぶりだ。次12、あ、一緒だね。22日ぶり、結構だね。結構久しぶりだね次の公演参加は16になりそう。え、16って公演あったっけ。公演の予定ってもうそんな先まで出てたっけあ、出てたね出てたね。16公演、17サマステ、18おしゃべり会っていうとんでもないスケジュールだみたいな話をした記憶があるわ。そう、16まで出てたね。そうだの受付あと16分で終わる。待って待って待って、てかあと16分で今日終わるん喋りすぎてて気づかなかった。あと16分で今日が終わる。早すぎる。そうだった。受付もっと間に合わない。丸取り出てるで丸取りもね結構久しぶりかも。今年入って1回出たかな、春頃にね1回出たから、それぶり。丸取りもすごい久しぶりなので楽しみ。あ、そうだ、いやまだ言わないでおこうまだ言わないでおこう。言ってもいい？いや、わかんないけど、でも丸取り来週じゃなくて今週、丸取り私出させていただくんですけれども、もしね見れるところにお住まいの方は見ておいた方がいいかもしれませんね。はい、見ておいた方がいいかもしれません
とだけ言っておきますね。そうだ。電車が遅延してる。あ、そうなんだね。今日配信中に家つけなそう。外ね、雷ね、気をつけて帰ってね。そう、バスケ映像は見えません。バスケ映像は流れませんけど、けどまあ見ておいたらいいかもしれない。気になりすぎるから見ます。見てください、ぜひ。はい、まあね、ちょっとこうもうリリースに向けて続々といろんなことが解禁されてくるとも思いますので、まあ見といて損はないんじゃないかなって思いますね。ぜひ。ちょっとね、新潟の方しか見られないけど。忘れないうちに録画した。ナイスー。ぜひぜひ。嬉しい、久しぶり。そう、でもさ、なんで11日公演ないのかなって思ってたのよ。10、11、12ってさ、3連休なのにさ、なんで11公演ないのかなって。もう私はてっきりさ、あのこの前の7月のさ6公演3日間6公演8月にも行われるんだと思っててさ、そうなんかヒヤヒヤしつつも、でも出れんなら6公演出たいなとか思ってたんだけど、まさかの11公演ないし、10日丸取りで公演出ないし、普通に2公演しかなくて、あれって感じだったんだけど、そう、てかなんで11ないんだろうなって思ったけど、そう、多分花火だよね。そうなの、新潟祭りが9、10、11であって、そうで、それかな、多分11が花火だから、そう、それで多分道路とか混んだりとか、ホテルも多分高い、お盆だから高いし、なんかそういう理由かなって。あ、別にそうとは聞いてないけど、そうなのかなって思った。11だってさ、おかしいって言ったらだけどさ、いやいや、おかしくはない。やっぱ6公演は大変だから、さすがに大変だから、メンバー側もね、だから全然そう大変なのはあると思うけど、でもなんかそれかなって、なんで11公演ないのかなって思った時に、多分来るのも大変だと思うしっていう意味なのかなって思いました。メンバーに花火見せてもらうため、そうなのかな。でも私本当に花火見に行こうと思って、見に行くっていうか、ちょっとおばと一緒に、はい、予定を立てました。おばのお家で、そう、公園がなかったから。あ、ないんだと思って、そう、昨日おばに連絡して、そう、花火見たいなーって言って、おばのお家で見せてもらうことになったので。そうなんです、だから私も花火見ます。11楽しみ。そう、ね、いや、そうだから、なんか外とかで見るのもめっちゃいいけどね、なんかそう、お祭りの醍醐味って感じするじゃん。絶対に暑いと思うけどね。なので私はちょっと涼しいお部屋から見させていただこうと思ってます。そう、でもお祭りのあのやっぱさ、雰囲気が好きじゃん、屋台とかね、そう。なので11はちょっと公演がないなら楽しませていただこうかなと思いまして。でもさ次の日は昼夜公演だから、ちょっとね、あの朝普通に早いと思うから、ちょっと気をつけないといけないんだけど。調子に乗ると次の日に響くから。花火はでも11の夜でしょ。あ、むくんどこっか、むくんだ方が可愛いから、私。むくんどこっかな、じゃあね。
11いっぱい楽しませていただいて、12ムクムクの状態でもう超漏れた顔で、じゃあ12これでよかな、昼夜に。え、そうなの、むくんでる方が漏れるってことに気づいたからさ。でも足はやっぱむくむと重い、踊ってるとわかる、普通に足めっちゃ張ってんなーってなるから。顔はむくんでた方が漏れてるんだけど。じゃあね、足はねやっぱむくんでると大変だな。だからちょっと順にむくんでても、あの、可愛いなって思って。あ、昨日の夜楽しいんだ、可愛いなって思っといて。いやでもむくんでるからって前日飲んだとは限らないんですよ。そう、分かんない、泣きすぎて目が腫れちゃって顔がむくんでるだけかもしんない、だけってかもしんないじゃん、お酒のせいではないかもしれないじゃん。顔がむくんでるからってお酒を飲んだとは限らない。あ、そうそう、ラーメン食べた、そうそうそう、この前はラーメン2日間連続で食べたおかげで顔がむくんでた。当日かもしれない、まあ、そういう話ではない、さすがに開演前には飲まんてダメよ。飲む以外むくむことありますよ、塩分のさ、なんか濃い食事をするとかさ、泣いたらやっぱ目腫れちゃう、目むくんじゃうから。そうよ、だから、あ、なんか今日漏れてる、あ、なんかむくんでんのかってことは昨日飲んだんだなとかじゃないから。とかじゃないこともないかもしれないけど、そうとは限らないって話ね。お酒を飲んで花火を見るのはまだし、いやでも柏崎の時は本当にいいなって、しかも柏崎の時なんてめちゃくちゃいいとこで見させていただいたんですよ、もうほんと最前、超目の前だったから、え、こんなの、こんなの絶対にって思いましたよ。でもさすがにね、お仕事としてというか、まあほぼお仕事として来てたから、さすがにしなかったけど、さすがにしなかったけど、絶対にやったら最高だったなとは思ってました。そうよ、だからまあ新潟花火、新潟祭りの花火はなんて言ったって涼しいお部屋で見させていただくことに決まったので、決まったので、次の日に響かない程度に、はい、楽しむつもりで。でもね、最近ね、私ね、もうカレンダーにあのお酒を飲んだ日はお酒の絵文字を入れることにしたの。可視化する、飲みすぎ、飲みすぎっていうか、なんかその我慢もやっぱ良くない、禁酒はダメ。禁酒はあのやっぱストレスになるなって、やっぱ週1程度許さないとちょっと良くない、よろしくないと思って、週1ならいいだろうっていう、抑止、禁じゃなくて、禁止するんじゃなくて抑制するという意味で、そのなんか飲んだ日を記録することにした。飲んだものはさすがに記録してないですけど、飲んだ日に絵文字を入れるようにしたんです。それ本当に週1でしか飲んでなかった。そう、なんかめっちゃ飲んでる人みたいに思われるかもしれないけど、全然そんなことない、週1も多い。多いか。でもそう、絵文字見ると週1でしかなかったから、そう。だから、そう、あの、可視化するといいですよ。そう、だからそうやって見えるようにして、ちょっとが頑張ることにしました。頑張りすぎも良くないから。ってことにした。しかも絵文字
一人で飲んだ時はビールのこの単体の絵文字で、誰かと飲んだ時は乾杯の絵文字にして可愛いでしょ、やってみて違う違う、飲んだ日につけてる、飲んだ日につけてる。ただ日をまたいだ時はどうするってちょっと思ってますけどそう、可視化するのおすすめで、飲みすぎだなって思っちゃうかもしれないから、週一もう全然見せらんないけど見せられるぐらいちゃんと週一で私のカレンダー週一で入ってるの、かわいい、ダンスの絵文字で公演、やばい、週一で公演入ってくれてんのすごすぎる飲んだりはメモしてないですね、ちょっとそれ書いたらあんまり良くないてかそんなに飲んでないから、本当に本当にそんなに飲んでないから言うほどやばいやばい、もう終わり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 、やっぱりあっという間だった、しばらく配信してなかったから。いや待って、絶対にさ私の運動神経の悪い話いらなかったよね私の運動神経の悪さと左利きのさ無駄遣いの話絶対にいらなかったよねって思うけど、まあいっか、もう終わったことだ。よし、ランキングを読みますね。13位まさひろさん、ありがとうございます。12位ノートンさん、ありがとうございます。11位ダイバーさん、ありがとうございます。10位あやめさん、ありがとうございます。9位ゆめさん、ありがとうございます。8位としさん、ありがとうございます。7位デラペンペンさん、ありがとうございます。6位のサラさん、ありがとうございます。5位ヒロさん、ありがとうございます。4位ラモさん、ありがとうございます。3位ヨッシーさん、ありがとうございます。2位ヨシさん、ありがとうございます。1位ホシーさん、ありがとうございます。ありがとうございましたいっぱい喋った。明日配信するかな、しないかも。昼夜しなさそうしなさそう。フェスがさ、ティフがさ終わったと思ったらさ、次はサマステなんだよね。そうなんです、サマステのリハが今度は始まるので、しかもサマステ長いからね、尺がね、何やるか楽しみにしててちなみに去年は暗闇求むだったよ何やるか楽しみにしてて。そうなので、わかる、暑さわかる。この前ティフやばかったもん、ティフでさえももう汗やばってなってたから、サマステ1時間耐えられるって話なんですけど。そうなの、でもちょっと多分いろんな曲をやると思うので、サマステ楽しみにしててください。リハも頑張るねって言うと、セトリ結構変わりそう。まあでも尺が全然倍ぐらいあるから。そうなんですよ、2回やるっていうのセトリ2ターンするだからね、だいぶやっぱ尺の問題もあったりするので、まあセトリも変わりはするかなって感じはしますね、うん、でもさ私的にさ、ティフがやっぱめっちゃ盛り上がるセトリだったから、あれベースでいいな、あれやった曲はなんか省かないでほしいなって気持ちだけど。そう、お楽しみに。というわけでリハを頑張ります。私はおやすみ、ありがとうございました。バイバイ。公演もありがとうございました、楽しかった、ありがとう、バイバイ。